いらないよ。なんかもう行くのやめようかな。もうさ、働く前にこういうさ、やる気をなくすようなことやめてよ。もう本当に初日行くのやめようかな、マジで。せっかくやる気になってたの。すいません、今から午前中のお昼寝しまーす。寝まーす。今日はね、起きるかなー、もう。寝たいよ、もうちょっと。
私まし、そろそろ本当にお金が所持金の減少、また再び0円に向かって歩みを始めているといった状況なので、これから明日から極力無駄遣いをせずに生活していきます。今日は業務スーパーに行ってきまして、唐揚げ 1kg、 イカ野菜カツ10枚入り、ハンバーグ、これ結構ね量が10枚ぐらい入っていると思うんですけども、卵に油、レモンライムを買ってしまいました。これだけあればおそらく6日は乗り越えられます。これで6日間乗り越えます。最悪もやし生活再開します。明日から貧乏生活再びスタートします。もう、なんだよこれ、いらないよ。こういうのは、そんな去年働いたっけ？ほとんど働いてないじゃん。9月から始まんじゃん、支払いな。行くのやめようかな。もうさ、働く前にこういうさ、やる気をなくすようなことやめてよ。もう本当に初日行くのやめようかな、マジで。せっかくやる気になってたのにさ。何この仕打ち。たかが
が5000円だけどさ、されど5000円なんだよね。でも本当にどうしようかな。どうがいいのかな、行くの。大成功。2024年5月の YouTube 収益は62,700円でした。ありがとうございます。住民税の支払いがまさかあるとは思ってなくて、それが予想以上に自分自身のメンタルにダメージを与えまして、接客バイト、入社が近づいている接客バイト行くのやめようかなと。初日の朝アバイをしようかなと思ったんですけど、やっぱし逃げたくないので、これから町田商店でラーメンを食べて気合を入れてきます。最高。
甘い。うん、涼しいな。やばい。